さすがに、この時間だと誰もいねえが。しかし、なんだって夜の学校ってのは、こう、気味が悪いんだよ。マジ、変なもん出たりしねえよな。なんだよ、水道かよ。脅かすんじゃねえよ、ったく。新学期早々教室に財布置いてくるとか、ほんとついてねえな、俺。何が悲しくてこんな夜遅くに学校まで来なくちゃいけねえんだよ。にしても、新しいクラスの奴ら、頭悪そうな奴ばっかだったな。前のテストも平均点めちゃくちゃ低かったし、それだけならまだしも、ギャーギャーうるせえわ、机は蹴るわで、マジありえねえ。あんな奴らと一緒にいて何になるってんだ。家で教科書めくってた方がよっぽどマシだっつの。今まで同じクラスだった奴らだってそうだ。友達とか言って、あんなもん上っ面だけ仲いいふりしてるだけじゃねえか。そのくせ影じゃぐちぐち悪口ばっか言ってよ。気持ち悪いったらありゃしね。ほんと何なんだよあいつら。そんな面倒なことしてねえで、最初から一人でいりゃいいじゃねえか。いや、マジで。俺、何のためにこんなとこ通ってんだ。そうだよ。一人でいた方が気も楽だし、勉強もはかどるし、いいことずくめじゃねえか。そもそも友達なんて一人もいねえし、考えてみりゃ、学校なんて来る意味。何の音だ？こんな時間に誰かいんのか？待て待て待て、おかしいだろ。誰かいるにしたってどこも電気ついてねえし。つか、今音鳴ったのって、俺のクラスからじゃねえか。まさか、幽霊とかそういうのじゃねえよな。勘弁してくれよ。怖えけど、中入らねえと財布取れねえじゃねえかよ。どうしろってんだよ。ごめんなさいごめんなさい、命だけは。あれ、慎太郎くん？やっぱりそうだ、如月慎太郎くんだよね。あ、私だよ。同じクラスで隣の席の立山彩乃。って言っても、まだお話ししたことなかったと思うけど。立山。あ、あの、いつも赤点ばっか取ってる。私の印象それだけ？違ったか？いや、当たってるけどさ。っていうか、こんな時間にどうしたの？もう外真っ暗だよ。それ、こっちのセリフだったの。なんだってこんな時間に教室いるんだよ。電気もつけてねえし。いや、その、前のテストの点数ちょっとやばかったみたいで、先生から課題出されちゃって。それで？居残りしてたらいつの間にか眠っちゃってて、しかも課題も全然終わってないっていう。それ、居残りした意味あんのか？そうだよね。全然意味ないよね。どうしよう。明日の朝に課題提出しないと、また先生に怒られちゃう。なんなんだよ、こいつめんどくせえ。そもそも課題なんて出される方が悪いんじゃねえか。まあ、俺には関係ねえし。財布取ってとっとと。あの！あ、なんだよ。慎太郎くんって、すっごく頭いいよね。あ、ほら、この間のテストも100点取ってたし。人の点数、勝手に見んなよ。え？あ、ごめんなさい。その。なんだよ。はっきり言えよ。うん。その、ちょっとだけ、勉強教えてもらえないかな、とか。は？今日だけ、ほんのちょっとでいいから。しかも今からかよ。なんで俺がそんなことしなくちゃ。そこをなんとか、お願いします。いや、お願いってお前。もうわかったよ。今日だけだからな。本当に？教えてやるっつってんだろ。ほら、さっさと終わらせて帰るぞ。
そんでここがこうなって、うんうん、でこいつがイコールだからこうなるだろ。うん、ん？でここにこれを当てはめたら、ほらもう答え出るだろ。え、いや全然出てこないよ。何回教えりゃ分かるんだよお前は。ごめんなさい。マジ勘弁してくれよ、これじゃ朝までやっても終わんねえよ。本当だね。マジこいつ何者なんだよ。頭悪いにも程があんだろ。でもここは分かったかも。これがこうでこうだよね。おいい感じじゃねえか。そうだよ、それでいいんだよ。それでここがこうで、あ、こうかな。おおお、合ってる合ってる。なんだよ、やりゃできるんじゃねえか。いや、笑いすぎだろ、気持ち悪いな。え、気持ち悪い。間に受けんなよ、めんどくせえな。ほらそれ解けたんならあとちょっとじゃねえか、早く終わらせんぞ。うん。それにしても慎太郎くんはほんと頭いいね。毎日勉強とかしてるの？別にしてねえよ、一回教科書読んだくらいだ。それでこんなに勉強できちゃうの？すごい、ほんと頭いいんだね。頭いいっつうか、なんか知らねえけど一回物を覚えたら忘れねえんだよ。昔から教科書覚えちまってるからテストとかもそこそこできるし。なるほど、じゃあ慎太郎くんは記憶力がすごいんだね。いいなあ、私なんて勉強してもすぐ忘れちゃうから。いいことばっかりじゃねえよ、小さいことから嫌なことまで全部覚えちまってんだ。毎日細けえこと気になって生きにくいったらありゃしね。なんだよ。え、あ、いや、もし慎太郎くんが嫌なこと忘れられないなら、その分幸せなことがたくさん起きるといいなって。そしたらほら嫌なことなんてわからなくなっちゃうでしょ。ほう、あ、そういうのじゃダメかな。いや、いいんじゃねえかな、そうなってくれりゃずいぶん生きやすそうだ。うん、きっと慎太郎くんにはこれからたくさん幸せなことが起きるよ。なんでお前がそんなこと言えるんだよ。なんとなく。でその問題解けたのかよ、喋ってばっかじゃ終わらねえぞ。え、ああ、うん、全然わかんないかも。お前な。ほんと助かったよ、慎太郎くんいなかったら絶対終わってなかったもん。それにしたってかかりすぎだけどな、まったく。財布取りに来ただけだってのにほんとついてね。あ、ほんとごめん。でも私今日のことは絶対忘れないから。なんだよ、お前さっき勉強してもすぐ忘れちまうとか言ってただろ。今日のは特別忘れないようにするから大丈夫。ま、今日やったとこ忘れなかったら次のテストもそこそこいい点取れるんじゃねえか。それもそうだけど、勉強のことだけじゃないよ。あ、なんか言ったか。え、あ、なんでもない。そっか、じゃあ俺うちこっちだからここで。あ、うん、それじゃあ。お、慎太郎くん。あ、また明日ね。お、また明日。今回はこれくらいにしておこうか。まだまだ話し足りないけど、きっとまたこうやって話すことができると思うからさ。大丈夫、君が出会った物語は君が忘れてしまっても君の中にずっと残り続けるから。だから安心して目を覚ますといいよ。うん、
そうだね。次に会うときはもっとたくさんの話をしよう。そしていつか君がこの物語を全部思い出したときに、新しい物語を聞かせてよ。じゃあ次に君に会うときは、久しぶりだねって言うからさ。君も、久しぶりって返してよ。うん。約束だよ。もうそろそろ時間だね。それじゃあ、次の世界で。